はい、皆さんどうもこんにちは、ゲンです。おやつ食べながら今回やろうと思います。はい、ワンプレイヤー前回続き、で前回キノコカップで1位を取ったんで、今回フラワーカップ一応これ書いてもまあ、今食べてんの濃厚チーズ気分っていうせんべい、マジうまいよ、買った方がいいよ。あー別にアンケートとかじゃないです。よし、なんで毎回さ一人だと8位スタートなんだろうね。あ、やべ、走りにくいこのコース。オッケーオッケー、ぴょんぴょん跳ねてるね、心がぴょんぴょん跳ねるんじゃ。オッケー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 、天才。はい、来た。え、こんなね、神プレイできる人はね、いないよね、日本独占。コピョーンって、おぉ、来た来た来た、かっこいいかっこいいかっこいい。これモテですよ。あーもう、うざいなー。よし、オッケー。よし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 。まだオッケー。まだね、やべ、チーズ食べるね。あ、チーズね、チーズせんべい。やべー、これむずい。なんかもうちょっと余裕ぶってさできると思ったんだけどさ、やっぱりさ、食べながら喋りながらゲームするの相当ないと高いよ、ゲームの内容としては。よし、1位です、気がつけば。よーん、きたー。あー取れないアイテムが。アイテム取れない、痛い。やばくね、マジ面白い。見にくいけど慣れると面白い。みんなやった方がいいよ。案件じゃないです。案件じゃないっていちいち言うのどうでもいいわ。はい、うまい、超うまい。あ、チーズじゃない、普通にゲームのプレイ。あー、バカチズンが今黒歴史刻んだわ、恥ずかしい。なんで3位になってるの。いつの間に見てなかった。え？は？嘘だ。うわ、濃厚チーズ気分食べる。今チーズ気分だから。うまい。あ、やべえ、あと半分しかねえ。持たねえ全個。忘れた頃にまた買います。悔しい。絶対行ったと思った。よし、行こう。はい、はい、ゴー。よし、オッケー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 。は？ねえ、え、なんで何もしてん、なんで。え、だってアイテム持ってらん。これ普通に地獄院。え、でもこのコースやったよ、なんで。はい、はい、はい、ゴー。だから落ちてるとこが無駄なんだろうね。だから落ちないように、だから落ちなければいいだけのコースだよ。だからずっとこの端っこ行けば多分落ちないんだよ。この端っこ、この端っこ落ちないんで、ずっといれば。まあずっと行ってるあるだけ。バナナ置いてきます。え、やばくね。いや、ダメ。あのお猿さんに当てたい。お猿さんどこ行った？お猿さんいた。お猿さんマーキング。お猿さん、撃ちます。お猿さーん、ダメだよ、後ろ注意しないと。よし、オッケー。これ普通に行くぞ。頑張れ。この調子で行けば。また汚いの落っこちた。はい。はい。あー、小さくなるやつなんだ、初めて知った。うわ、超小さい、スモールすぎ。これ踏まれたら終わりじゃね、これやばくね。はい、避けます。え、これってさ、終わりまでずっとスモ、あ、復活した。よし、オッケーオッケーオッケー。あー、ダメさ、ここでこっち進む。弟食らってくれ。なんだ弟食らわなかった。
音と食らうとこだろ、そこ。よし、よしよしよし、来た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 。ここね、キノコ強いよ。ここでキノコ、いい条件、いい条件で勝つためにはいいものが揃いすぎてる。よーっしゃー、よーし、これ難関だったわ、超むずいわ。よっしゃー、これ次余裕ぶって走る。余裕だわ、こんなとこクリアできないやつ。いいの、よし、行こう。今口笛で上手くない？よし、じゃあ行こう。コインかい。何こいつ、チョロップじゃん。チョロップ邪魔。チョロップ危ないよ。あの、引き殺すよ。ほんと、引き殺されたいのかみたいなことになってるから、ね。チョロップ、だから、むやみに顔出してしないでね。引いちゃうから。やっぱり引いたら、引かれたら嫌でしょ、君たちもさ。ね。後ろにやばい。あの、もうお猿さんが後ろから来てる。あー、なんか投げてきた。ダメダメダメ。あの、投げんの。あの、投げんの NG なんで。私、投げられるような人じゃないんで、物を。あー、これやばいかもしんないな。お猿さん結構早いもん。これ普通に負けるかもしんない。ミスしなくても。これやばい。あ、これ危ない。これチョロップ引いたらなんかあんのかな。だけどなんかそういう好奇心で死にそうだからやめとこう。いやー、普通に、これきつくね。やばくないこれ。ああ、邪魔邪魔邪魔。そういうことね。そういうことか。運転に支障をきたすと。だけどこれでも勝つ、これでも勝つ男です、僕は。あ、負け。あ、よーしよし。は、邪魔。はうわ、最低だな。邪魔だな、お前も。お前もお前だよ。ちょっとチュー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 さ、チューチュートライン、チューチュートラインみたいな。危ないな、後ろから火の玉出すな。なんか、これどうにかして避けられないの？これさ、赤コーラ。赤コーラは絶対猿に当てた。最悪だわ。これ負けたんじゃねえ、また。嫌だ。ここで負けるの嫌だ。ここまで来て負けたくないよ。絶対4位には入る。4位、4位には入る。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 オッケー、よく負けた。もう巻き返してきた。よし、来た。よし、2には入る。よーし。次、次4だよね。ここね、超えないとダメだよ。よし、やっていこう。ペッ、ペッ、ピー。ここ1になんないとだいぶまずいよ、試合的に。多分、ここ1になるんだとドンキの勝ち確でしょう。オッケーオッケー。とりあえずね、ここでは絶対勝ちたい。勝っておきたい。勝っておかないとまずい。あ、これやばい。これなんかもう迷路みたいじゃん。え、どこ？わかんないって。わかった。ピーチ姫は絶対攻撃できない。ピーチ姫攻撃しないんで。当たれドンキ。あ、ごめん、当たんなかった。あ、誰にも当たってねえ。はい。オッケー。あ、来た。これドンキーでしょう。これドンキーに食らわせないと。あー、やばい。やっぱりヨッシーか。ヨッシーだな、長年の相方だから。はっはっはっは。あー、邪魔だよ。マジ邪魔さが日本一だよ。どうしよう。やべえ、これガチで普通に難しい。やべえ、なんか下手すぎて草なんだけど。あ、これなんか後ろから覚醒してる。弟また覚醒してる。覚醒しすぎだろ。覚醒覚醒覚醒剤ダメだよ。そういうこと言うと YouTube の利用規約に違反する。やばいよ、ほんと。結構ここで1位となるとだいぶきつい試合になると思う。だからこう下手に欲張らずにこっちに行った方がいい。ここで投げとくと多分誰か引っかかる。ほら、ピーチ姫。あ、ピーチダメだよ。なんでピーチ引っかかっちゃうの。ピーチだけには絶対そういうことしないって決めたのに。もうダメだ。ピーチ姫にそういうことしたら1位になれないわ。1位になる資格ないわ。だってピーチ姫。はい、来たー。羽、ね、浅田真央スペシャル。浅場、あー、来た。浅場。
来た。これやばいのでは。よし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 、なんか勝ってる、なんか勝ってる。冷静に行こう、冷静に。減速してもいい。減速した方がいい。ほら、もうだからそうなる。なんで？おかしいよ。やばい、認定剤消される。やっぱりさ、猛スピードで。僕が勝ってる。勝者は僕以外考えられない。なんでよし、よし、よし、やめろ、乱暴だな。いつか、僕がよしをそんな人に育てた覚えありませんわ。っていうやつあったよね。リズム天国で。なんだっけ、あれ。題名思い出せない。なんだっけ、モアイモアイ像だっけ。あー、きつい。これ、ミーナチだ。これ、こせねえだろう。追いつこう。頑張って。これ同点だよね、多分並んでも。並ぶか分かんないけど。よし、行こう。これ、大真剣に、大真面目に。これさ、もしさ、いけないと思ったら、もう、最下位とかになっちゃえばいいと思うんで、だってカートもう一個あるし。あー、これ、きつい。やばいな。結構、角度がある。すごい。いろは坂みたいな角度がある。いろは坂ってわかる？今。はい、うまい。はい、うまい。いろは坂を駆け抜けて。あー、毒キノコ。汚いの。こういうのね、こういくとね、早いの。ショートカットの方が早い、実は、この時代は。なんでさ、そんな汚いの投げてくんの、みんな。汚いの持ってないの、みんな持ってるもんなの、汚いの。汚いのないじゃん。うわ、来てる。お猿さんが。やっぱりね、猿がね、人間に戦うとかね、そうやって早いんだ。猿の惑星じゃん。で、ここで入り込むと、1になっちゃう。うまい。これはマリオの性能がいいから。主人公補正がかかってんだよ。だから必ず最後に1を取るっていう主人公補正が完璧にかかってるんで。おいーって中盤でこういうアイテム出して最後勝つんだよ。スター出して。覚醒する。危ない。今、茶色いのいたよ。おい、来た、ファイナルラップ。ここ勝負だよ。ここで2位を取ったら、もう負けだよね。だから、この、直線で使うしかない。どっかの直線。この直線じゃないんだよ、まだ。今です来た、これ決まったんじゃない、来た、これ来たよ、ほんと。来た。いけ。かっ飛ばせ。よっしゃー、リベンジするんで。またいつか。うわ、最悪だわ。ドンキーな。うわ、ドンキーには何もあげないんだ。うわ、2位だよ。あ、雲フラワーになってんじゃん。2位おめでとう。嬉しくないわ。でも拍手、みんな拍手、画面の前の人も。センキュー。やっぱピーチいいよね。ピーチ超笑顔だね、3位でも。やっぱり、ね、3位だと。なんで1位の喜んでなさそうな顔してんじゃないの、猿。うわぁ、負けたわ、猿に。まあ、次も頑張る。やっぱり次、2位。だから、1位を取ります、次は。だけど、まあ、次はまたいつか。ということで、まあ、次はまた別のゲームやろうかなと。2日連チャンで同じゲームやっちゃって、ごめんなさい。というわけで、バイバイ。あ、ちょっと待ってください。最後に聞かせたい音があるんです。濃厚チーズ気分。みんなも買ってね。案件じゃありません。単純に好きなだけです。じゃあ。